その師匠の人がね、ブッフバルトって言って、なんか顔真似をして、それを見て吹き出して、上で掴んで出したか、爆笑して手離して。あれを上げるんだ、すごい。え、マジで？あの重機を上げるの？へぇ、あ、そうだ。お、まあ、でも、ほんとだね。もう前の小屋のとこやね。はい、おはようございます。今ね、時刻は6時23分ぐらいですね。まあ、ちょっと雲はありますけど、割と天気がいいですね。はい、ということでね、今ね、私がいますのはこちら、どうだっけ、丹波山村村営駐車場というところですね。車がね、50台ぐらい止まるのかな、もっと止まるかな。なんか本当に混んでると、ここのね、中間のスペースに縦にビャーって並んだりとかね、するぐらい混むんですけど、こんな感じですね。でね、ここはね、非常にね、止めやすいということで皆さん大人気です。で、そこにね、あるのがトイレ、建物がね、トイレです。水洗のね、綺麗なトイレで、真冬でもね、閉鎖されないということでね、山奥でにあるにしてはありがたいということでございます。で、ここはね、すいません、駐車場なんですけど、登山口にも直結してまして、なんだっけ、雲取山ですね。日本百名山雲取山の、鴨沢登山口というところに、なります。ここからね、小袖登山口っていうのかな、鴨沢から上がってきて小袖登山口っていうところになるのかな、になりましてね、そこをね、登っていくというわけでございます。まずね、冒頭、10分ぐらいかな、シャドウ歩きがあって、そこから、本格的な登山道という感じですね。気温は15度ぐらいかな、結構寒いな、ひんやりしますね。朝は今ね、6時だっていうんで、そんなにね、まだ日も高くなってないんで、それもあると思うんですけど、まあまあ寒いっすね。いや、もう朝から駐車場大にぎわいということでね、我々も張り切って参りたいと思います。じゃあ登山口目指しましょう。はい、登山口ですね。ここにね、ちょっと逆光で見えないかな、平野正門瞑想ルートってことでね、なってますね。はい、というわけでね、あとこのどっかで見たことあるね、この模様ね。はい、というわけでね、ここはあの雲取山、日本百名山雲取山、さっき言ってたか分かんないんでもう一回言いますけど、平野正門のね話と、あとあれですね、鬼滅の刃の、主人公ですね、かまど炭治郎、かまど禰豆子、このね、生誕の地という設定でなってございます。という中でね、いきなり登山口にね、入ってまいりました。こんな感じですね。道からこうちょっと外れて、ここにしれっと登山口があるよと。小袖登山口ですね。雲取山山頂まで 10.8 キロ、はい、行ってきましょう。いや、まずはね、こんな感じですね。スースースッと登っていく。はい、すいません。はい、登山口から登り始めてね、まあ今10分、もうちょい歩いてか、15分20分ぐらい、こちらにね、お住まいがありますね。と言っても今、多分早起きだと思いますけど、これはちょっとさすがに、ですね。こんな感じでね、ちょっとね、なんか人が住んでた気配があるんですよ。その、なんか畑っぽいのがあったりとか、下の方に。こんな感じね。ということでね、こちらに、廃屋が見えてきますと、あ、そうそう、あそこに畑があってね、こちらがね、廃屋ですね。ちょっと住まいなんでね、個人のものなんで、あんまり中とか覗かないですけど、こんな感じでね、廃屋があって。まあ、ここまで、あのね、下山の時なんか、ここまで降りてくればだいぶ降りてきたなっていう感じ。もうそろそろ登山口だぞっていうところに、気持ちになるエリアですね。はい、そことかね、畑だったんだと思いますよ。はい、そんな感じでね、来ております。まあ、特にね、何もないんですよ。こういう感じで、なんだろう、樹林帯の中をね、粛々と高度を上げていくというのがね、雲取山この下の方の道のね、特徴でございます。この小袖登山口ね。はい、という感じです。いやー、暑くなってきましたね、もう早速ね。スタート地点は、ちょっと肌寒かったけど、今だいぶ暑いわ。はい、そんな感じでございます。レイヤリングですね、この時期はね。気をつけて。いや、まあ基本的には暑いからね。涼しい格好していけばいいと思うんですけどね。一枚羽織るものがあると、ちょっとね、
レイヤリングしやすいですね。はい、そんな感じで行ってみたいと思います。はい、こんな感じでね、平将門のエピソードがね、こう所々にあるんですよね。っていう感じで小袖ですね。もう読んだわ。いつの間にか 1,2,3 飛ばしてるね。はい、ちなみにこの先は電波が悪いそうです。ドコモは登山口悪いんか。最近ドコモがね、ふぬけてるっていうね、話ですよね。まあ、私もね、ドコモなんですけど、確かにね、なんか全然通じなくなる時ありますよね。マジたまんねえなと思って。昔はドコモといえば、電波強者だったんですよね。どこでも繋がるみたいな。離島とかすごい、僻地とかでもね、まあ、離島、そう、僻地、その山奥とかね。そういうところでも割と安定して繋がるっていうのが、こう、ね、エリアがすごい広いっていうのが、ドコモの売りだったんですけど、今となってはって話ですよね。はい。そんな感じでございますが、こんな感じですね。暑いな。はい。いやいやいや、な感じですね。妻はね、なんかね、私が立ち止まるとね、大体待ってらんねえやってことで行っちゃうんですよ、ああやってね。妻はああやってね、今ね、今日はね、新しいザックをね、手に入れてね、すごいはしゃいでるんですよ。ミステリーランチのね、軽量ザックをね。そうですよ。私よりいいギアをね、なんか思ってんすよね。はい。羨ましいな。はい。そんな感じですね。行ってみたいと思います。まあ、ほんとね、しばらくね、看板ぐらいしか、ちょっと見せ場がないんですけど。まあ、それ以外ね。ちょっと上の方行くとね、景色いいんでね、そこは楽しみにしていただけたらと思います。はい。こんな感じでね、謎の人工物、多分井戸なんですけど、があったりとかね、結構、あれですね、もう奥まで入ってきて、もう、小1時間かな、30分以上上がってきてますけど、ね、標高も1000メートル超えてきてるぐらいだと思うんですけど、やっぱ人工物がね、結構あってね、なんかこう、そうなんですよね。それこそ炭治郎さんのね、生活の、感じがね、伺えますよね。あれは創作ですけど。まあ、やっぱり昔も山の中に人は住んでたんだなっていう雰囲気をね、感じますよね。下も見えますかね？あそこに道があるんですよ。確かね、通行止めだったと思うんですけど、どっかで途中で通行止めになってるんで、本当に、林業関係者の人しか通れないみたいな道なんですけど、未だにね、下に道が見えるって。結構山の中入っていくとね、車道が見えなくなるっていうところ多いんですけど、ここに関してはね、まだまだ見えてますね。結構上がってきてますよ、もうこれ。そんな感じですね。いや、すごいなんかこう、ね、夕方みたいな感じで、なんか泣いてますけど、セミかな、これ。日暮らし？わかんないけど、なんか泣いてますけど、朝ですからね、まだ、日も昇りきってないぐらいの、だいぶ暑いですけどね。はい。そんな感じでございます。標高がね、やっぱりね、1000メートルぐらい超えてくるんで、涼しいかなと思ったんですけど、そんなことはなかったですね。割と、まだまだ暑い感じはしてますね。はい。まあ、ここはね、ほんと、給湯スポットはね、2、3箇所かなしかないんでね、割とね、今ちょっとね、私も体がだいぶなまっちゃって、先週はね、諸諸般の事情で山登れなかったんで、まあ本当1週間空けて、2週間ぶりの登山ってことになりますけどね、今週ね、飲み会が2回あったんですよ。まあ、自宅でね、晩酌を毎日するタイプなんですけど、逆に言うと今週はね、晩酌1回もしてないんで、まあそういう意味で酒飲んでる量はそんなに多くないと思うんですけど、週2回。飲み会あったとはいえ、なんですけど、まあね、そんな感じでね、結構だるだるなんで体がね、やっぱ答えますね、一週間空いた上に、今週こんだけ暴飲暴食を繰り返してというところなんで、ございますけども、まあそんなね、気持ちと体を引き締めてくれるのが、このね、ちょうどいい強度の雲取山ということになってございますね。さあ、参りましょうか。はい、すごいね、じわじわしてるところに来ましたね。ここね、ちょっと上がっていったところに、私は今ね、あんま用ないんで、あれですけど、見るだけにしておきますけど、
あそこにね、水場が見えますかね、あそこ。ちょっと今も足水浸しですけど。ね。多分コースタイムで言うと1時間ちょっとかな、上がってきたところになると思いますけど、はい。水場があってね、コンコンと水が湧いてますね。これがね、水場ですね。はい。そんな感じです。いや、ほんとね、何回この景色見たろうっていう感じのね、道をどんどん、ちょっとなんで私こんな急いでるかっていうと、妻がめちゃくちゃ早いんですよ。いつも早い早い言ってますけど、尋常じゃないぐらい早い。コースタイムのね、200% ぐらいのスピードで行ってます。はい、こっちゃにっぱ。ね、もう読んでる暇もないですよ、もう。妻が行っちゃうから。なんかそのまさかどがね、なんだろう、休憩して、茶を立てたみたいな感じのところですね。茶を煮た柱でんで、茶煮場と書いて茶煮っぱ。ね。ゲロンパーみたいな。はい。ちょっとわかんないな。はい。そんな感じですね。俺はもういない。あ、いたいたいた。危ない。本当に油断なんないですよ。休憩しないし、なんかしんないけど。ちょっとね、今日は、あれですよ、戦闘モード入ってますよ、うちの妻。はい。そんな感じですね。結構全然話変わるんですけど、登る山って、皆さんどういうタイミングで決めてますかね。我々はね、正直ね、直前なんですよ、本当に。良くないとは思うんですけど、結構綿密に計画を立てて、行こうみたいなのが推奨されてますけど、逆に我々は直前で、天気のいいところにとにかく行こうという、あとなんかその、翌日ね、他にもやりたいこと、例えば今日の場合はコストコがあるから、じゃあコストコ近い方面に行こうよとか、そういう話に、まあ、なるわけなんですよ。でね、もともとね、今日は大石山っていう、福島県と栃木県の県境ぐらいにある山が、ちょうど今ね、お花が綺麗だっていうことで、なんかね、そのあたりの固有種がいるらしい、あるらしいんですけど、白いお花、名前忘れちゃった。なんですけど、それがね、ちょうど今見頃だっていうんでね、じゃあそこ見に行こうよみたいな感じでね、昨日の、今日土曜日なんですけど、昨日のだから昼ぐらいに連絡して、妻と LINE をして、で、まあ、昨日ね、その後仕事終わって、帰ってきてからよく調べたんですけど、まあ、行くまでになんかそこそこ時間かかって、4、5時間かかって、で、山登って時間が5時間っていうことで、ちょっと合わねえなみたいな話になって、かかる時間とね、強度が。なんかね、妻結構強度好きなんで、強度の高い山に行きたがるんですよ。なんで、おぉ、スズメバチだ。蜂がいますね。我々に興味はない感じですけど。ね、強度の高い山に行きたがるんで、ちょっと物足んねえぞということで、急遽ね、白羽の矢が立ったのが雲取山というところなんですね。雲取山ね、私ね、一回動画上げてるし、その前にもね、一回登ってるんで、割とね、もういいかなって感じなんですけど、まあ、強度とね、遠さのバランスがちょうどいいと。ね。言うて東京都なんでね。ちょうどいいというところでね。今回この場所を選ばせていただいたということですね。はい。まあ、でも天気基準でね。どうしてもここ行きたいからここ行くって言って天気悪いと最悪だしね。下手したら遭難とかにも繋がりますんで。まあ、天気基準でね、選ぶっていう軸もありかなとは思いますんで。まあそこら辺はね、皆様のポリシーとかもあると思いますんで、そんな感じですね。で、決めていただければと思います。はい。いや、全然景色変わらんわ。こんなんだったっけ？いや、なんかね、結構簡単に登れたイメージがあるんですよ、2階とも。なんですけど、2階ともね、多分冬なんですよ。涼しい時期。なんで、ちょっとね、今日はちょっと違うぞと様子が、いう感じですね。暑いわ。はい。そんな感じで、ちょっとね、夏山、暑さをね、いかに攻略するかっていうところが、ポイントになってきますんでね。はい。看板7つ目かな、6個目かな。早いんすよね、6個目だ。風呂岩と書いて水風呂岩ですね。はい。ここでね、お風呂に入った。そうですね、逃げてきたんですね。よし、もう追っかけてこないから、ちょっと、休むか、みたいな感じの場所ですね、この辺りね。まさかぞさんが、やられたと、いうことですわ。はい。ということで、ね、やられたって、お風呂に入られたっていう場所ですわ。はい。というわけでね、ございます。初めてですね、私のね、
前を行ってた妻がね、一瞬今水滅岩のところで後ろを向きましたね。あいつついてきてっからみたいな。厳しいんだか優しいんだかわかんないですけど。はい。感じですね。いや、ほんとなんもねえわ。ちょっともう、ほんとね、ここで回してたらただの地獄動画ですね。はい、どころですね。さっきのね、下のところでお風呂入って、そっからね、上に登っていったみたいですね、マサガド1個は。で、なんか、ここでね、ちょっとお休みをしたというところで、胴まで鎧とか脱いだってことか。はい。突如悲劇が起こったのであるって書いてありますね、最後ね。何があったんでしょうか。はあ、いや、はあ、もう、休ませてくんない、妻が。ああ、しんど。やばいって。で、これがね、ちょっとね、山道らしくなってきません、ね、ちょっと。こんな感じですね。はい。いやー、何なんすかね。いや、でもね、ペースはね、やっぱり、ちょっと落ちてきましたね。私自身も落ちてるんで、全然追いつかないんですけど、妻のペースが若干落ちてきてるらしいです。今ね、ペースメーカーみたいなの見たら、170ぐらいまで落ちてきてました。まあ、それでも早いけどね。っていう感じですね。あ、早いな。もう8月だぞ。はい。ここでね、まさかどの奥様ですね、が急にですね、自決したということでございます。もう疲れたんでしょうね。心がもう病んじゃったのかな。っていうことで、あと、まあ、走り窓になりたくないとかね、いうことで、うわーって思いながらも、まさかどは先を目指したというところですね。うわ、そんな軽くねえか。奥さんだもんな。はい。悲しいですね。ちょっとやっぱりね、あれだったんだと思います。奥さんも疲れて、いや、その心が病んじゃったのもあるのかもしれないけど、その前に、なんかこう、ね、例えば、ちょっと運んでもらってとかね、気を使って、まさかとか、ちょいちょい休んでくれてみたいなのがあったんだと思います。多分すごい疲れてて、じゃあちょっとそこで休もうかって言って、すぐ手前ですよ。ほんと、どうところなんて、50メートルぐらい手前ですよ。で、休んで、じゃあ、休憩取ったし、そろそろ追っても来るかもしれないから、みたいな感じでね、多分、行ったんだと思いますよ、まさかとは。で、あ、ちょっと、殿に気を使わせて、殿ってか、ね、夫に気使わせてるわ、みたいな感じで、奥様もね、ちょっと気を使ったのかもしれないですね。申し訳ないと。昔はね、そういう、なんかこう、武士道みたいな、あったのかもしれないですよね。はい。ね、まあ、女性ですけど、そういうなんかやっぱりね、自分を犠牲にしてでもみたいな気持ちがね、すごくあったのかもしれないです。あれ？右から行ったけど右って、道だっけ？左じゃなかったっけこれ？右だっけ？ああ、左じゃないわ。ね、こういうのもありますからね。油断なんないですね。はい。どんどん行きましょう。はあ、そういえば、なんだっけ、さっきのその、平野正門の奥さんの、話で思い出したんですけどね。私の愛読書でね、ほんと死ぬほど読んで、もう5週か6週は読んでんじゃないかっていうぐらいに読んでるね、とある漫画がありまして、あれなんだろう、ヤングマガジンかなってやってたのかな、ちょっと単行本で読んでたんで、元の雑誌知らないんですけど、リアタイで読んでたわけじゃないんで、池稲中卓球部っていう、漫画がありまして、古谷ね、実先生って言って、アムロ、行きまーすの、古谷徹さんじゃないですよ。ちょっと前に話題になったね。あの人じゃなくて、古谷実先生、ね、の、まあ、名作ですよね。コミックがありまして、それのね、シーンで同じようなのがあったんですよ。じゃあ、例えば、なんだっけな、主人公のね、中学生の男の子、たちなんですけど、が、例えば、じゃあ、自分が崖に落ちそうな時に、うら、待ってろ、今、助けてやるからな、みたいなことを言ってくれてる人が、ね、崖から引きずり上げようと思ってね、やってる人が、を下で見てて、ぶら下がりながら見てて、あ、もうダメだ、この人も限界だし、もう俺、このまま、殺せるためにも落ちるしかないなって思ってる状況の時、お前ならどうするみたいなシチュエーション大喜利みたいなのがあって、でその時の回答が、ちょっとこれね、多分 A に入れないとちょっとあんま分かんないかもしれないんですけど、その下の人が、その落ちそうな人がね、
ブッフバルトって言って、なんか顔真似をして、それを見て吹き出して、上で掴んで出したが、爆笑して手離して、あって言って落としちゃうっていう、そういう感じで、まあ潔くこう手を離させるみたいな。後悔なくね。で、その後葬式で、ブッフバルトを思い出して、もう一回笑わせるっていう。なんかすごい優しさに溢れたね。優しさなのかな、よくわかんないけど。そのネタをね、今ね、思い出しましたね。はい。稲中好きだった人はぜひね、まあ、多分今のエピソード見て、ちょっとわーって思い出したと思うんで、もう一度ね、単語本とか読み返していただくと、また新しいね、発見がね、あるかもしれないですね。ちょっと稲中好きな人ね、ちょっとコメント入れていただけたら、ちょっと私もうまく返しますんでね。はい。よろしくお願いします。はい、じゃあ、そんな感じですね。いやー、だいぶね、キュートになってきたわ。はい。ちょっと遠いですけどね、ここね、富士見ターンという場所ですね。はい、というわけで、富士を見ながら、見えるのか見えないのかどっちなんだい見えるはい、素晴らしい富士山。うわ、逆光だな。一応写真撮っとくんでね、最悪映んなかったら、これ。それを、載せときたいと思います。いやー、雪ほぼないですね。もう夏だな。6月のもう中旬なんでね。はい、1400メートルぐらいまで登ってきましたね、標高で。だいたい半分、マムシ岩というところですね。ちょっとどこらがマムシなんだかわかんないですけど、多分ね、こう、トグロ巻いてる感じに見えるんでしょうね。蛇がね。はい、そんな感じですね。です。でも、はい。ここ七つ小屋、七つ石小屋下分岐。かんだね。こっちから行くとね、巻き道で、直で、雲取山。右ですね、こっち行くと、七つ石小屋、七つ石山通っての雲取山ということで、まあ行きぐらいはね、ちょっと帰りも、ね、体力残ってたら通りたいですけど、とりあえずね、小屋の前、行きましょう。小屋にね、バンネコちゃんがいるらしいんですけど、ちょっとね、今日いるかどうか、いや、いるとしても会えるかどうか、わかんないですね。バンネコちゃんがね、いつか会いたいんですけど、ね、まあ、そう簡単にはね、会えないかもしれない。はい、というわけでございます。はあ、疲れた。いや、かなりのハイペースですね。ここまで、コース旅だったもんね、2時間半。もうちょいかかるのかな ?3 時間ぐらいかかるのかな、うん、?2 時間ぐらいのペースに上がってきてますんでね。相当早いですよ。100、さっきのペースメーカー見たら 170% とか、それでも言ってましたね。ハイペースには間違いないです。いやー、つるら。さすがに標高もだいぶ上がってるんでね。気温もだいぶ下がってると思うんですけど、下界に比べたら。まあ、それでもね、やっぱだいぶ暑いですね。はい。そんな感じで。いや、まあ、ペース配分がね、しやすい山なんで、そこはお任せでね、ゆっくり登っていただくのもよしですね。はい、という感じで、参りましょう。すげえ辛い。はい、というわけでね、こちらですね。七つ石小屋、着きました。いやー、疲れた。素泊まり4000円、テント泊1000円ということでね、テントに泊まれるっていうのはね、ここのね、あれですね、いいとこですね。はい。ここと、この奥ですね、雲取山荘っていうところしかね、この宿泊できるとこないんで、雲取山の山域はね、これで1600メートルだ。はい。というわけで、だいぶね、頑張って上がってきました。こっからね、登り切ると、七つ石山。で、そこ越えて、よいしょ。なんだっけ。あそこですね。小鳥山か、もう出てこない。はい、そんな感じですね。猫ちゃんいなかったな。ちょっと探しに行ってもいないけど。はい、奥に天場ですね。ちょっと行ったことないですね。他の人が結構動画上げてるんで、それを見ていただいたらいいかなと。妻に置いてかれるとね、厄介なんで、私もさっさと行きます。はい。小屋から5分ほど歩いたところにこんな感じで、川が流れてて、水場ですね。はい。こっち行ってもいいし、こっち行ってもいいんですね。こっち行くとなんかさっきの迂回路に顔りするのかな?あ、違うか。まあ、とにかく上に行けるのが、はい。まあ、どっちもいいです。とりあえず行きましょう、上に。はい。ああ、涼しい。日陰はね、だいぶやっぱ標高も1600以上まで来てるんで、涼しいですね、日陰は。だいぶ。ああ、ちい。どっちだよ。情緒がおかしい。はい、そんな感じで、行きましょう。ああ、暑い。
熱い熱い。はい、七つ石山の山頂の手前ですね。10分、15分ぐらい前かな。綺麗なね、辻の木がありましたね。いや、お花をね、本当は見たかったって、さっき言ったじゃないですか。お花をね、めでたくて山に入ったんですけど、やっぱり雲取山だと草ですね。草多め。お花がね、あんまりない。残念ながら、樹林帯の山なんでね、職人の山ですかね。どっちかっていうと、下とかも、ほぼ杉林だしね。そんな感じではございますが、数少ないね、このね、お花をめでることができて、非常に良かったですね。はい、もうちょっとで尾根、出ますよ。はい、ということでね、尾根道出ました。こっち行くとね、鷹の巣山とかね、そっちの方ですね。で、こっちが、雲取奈良津石、石尾根と言いますね。はい、もうちょっとで、山頂ですね。手前にね、神社があるんで、ランドマークです、そこが。久しぶりにこの看板出てきましたね。9ですね。さっき8だったっけ？ああ、そうね。8だった。8がすげえすぐ出てきたのに、9までが長かったな。ここはね、七つ石神社。はい。ここにね、行ったということで。七つ石神社と七つ石山。影武者が、ね、藁人形を作り、並べたと。ね、憎き追手をね、にみつけるに並べたと。なるほど。なんかよくわかんないけど、7体の人形が石に変わったということですね。影武者人形を。ということですね。あちらに神社がいらっしゃいますね。ちょっとあんまりね、神様のお住まいなんでね、じろじろ撮ったりはしないですけど。はい。お邪魔します。さあ行きましょう。もうちょっとで山頂だ。あ、ヘリが飛んでるな。なんだろう。救助かな。早いな、でも。あ、でも。そうですね。朝の救助って言ったらこんぐらいの時間なのかな。普通に、あれかもしんないですね。荷上げのヘリかもしんないしね。山頂にね、避難小屋があるんで。あ、ちょっと違うな。ぶら下げてないもんな。救助の可能性もありますね。一応ね、山頂付近にヘリポートあるんでね、そこにね、向かってる可能性もゼロじゃないですね。ああ、そうなんか。あ、そうかそうか。はい、あそこですね、雲取山山頂。手前にね、今土が剥げてるあたりがヘリポートで、なんかね、荷物下ろしましたね。はい、というわけでね、素晴らしい景色です。さあ、はい、山頂のね、三角点、七つ石山三角点および、はい、山頂標柱、1757m 七つ石山登場しました。はい、富士山がね、ちょっとさっき、おーヘリだヘリだ。そうだな、なんか民間っぽいですね。救助じゃないな。さっきね、向こう側に富士山見えたんですけどね、見えないな。ヘリ行っちゃいましたね。はい、じゃあそんな感じですね。ちょっと休憩しましょう。疲れた2時間も歩きっぱなしで。はい、ちょっとね、山頂でね、ゆっくりおにぎりでも1個食べようかななんて思ってたんですけどね、ちょっと日当たりのいいところね、あまりにもね、虫がすごくてね、もうすごいんですよ。虫、蜂じゃないですよ、普通に虫、ハエみたいな。うわーってね、こうたかってきてね、もうダメでしたね、全然。まあ、顔中にゲホゲホ言いながら、虫除けスプレーかけまくったんですけど、もうそれでもね、ダメです。まとわりついてきますよ、あいつら。マジ、なんなんですかね、この人の顔に対する執着が。ね、いや、顔以外のところもすげえ、たかられてると思うんですけど、顔が多分、気になるから顔にくっついてくるように思うんでしょうけどね。はい、というわけでね、もう今さっさとね、奥側に、これ奥向かうと、なんだっけ、雲取山方面行きますんで、七つ石山経由で雲取山に向かってるという今イメージですね。でございます。急斜面ですね。七つ石山は本当急ピークなんで、急斜面を登って降りてってやんなきゃなんないんで、まあ、ちょっとめんどくさいと思うと、やっぱりどうしても巻き道をね、通りがちですよね。おー、南アルプスかな、あれ。まだ雪がね、かろうじて残ってますね。はい、というわけでね、後ろがね、七つ石山ですね。めちゃくちゃな登り坂。で、こっちがね、さっきね、小屋の手前のところの分岐がありましたけどね、そこからね、合流してくる道ですね。
つまり本当にピークだけをね、避けられるっていう素晴らしい感じですね。はい、見えますかね。こんなのはっきり見えるでしょう。あそこにね、富士山ドーンですね。はい。ここはね、七ツ石山から降りてきて、奥多摩小屋っていうのがね、まあ昔あって、そこのね、小屋跡がね、ランドマークになってるんですけど、まあ大体3、40分の距離、そこのね、途中にございまして、素晴らしい富士山をね、横目に、あとね、もう一つランドマークっていうか、なんか名物が、ダンシングツリーっていうね、なんかね、くねっとね、曲がった木がありまして、それがね、ダンスをしているように見えるってことでね、ダンスチングツリーなんていうね、のがありますけど、そこまでね、ちょっと多分、こんな感じのね、いい感じの重走路がね、続いてますんで、行ってみたいと思います。いや、結構ハイペースに登ったから、足痛えな。2週間ね、衰えるのにね、やっぱりもう、40も近くなってくるとね、2週間も開けちゃうと、ダメっすね。はい。ちょっともうせっせと毎週登らないとダメだな、これ。筋肉つけるために。あと、やっぱり、カロリー控えめでね、生活しないとね、大盛り、無料だからって、ついて大盛り頼んじゃいますけどね、ランチとか行くと、やっぱそういうところからね、改善していかないと、この、体が軽くならないですよね。はい、猛省してます。はい、ということでね、もう、すぐですね、こんな感じで、これですね、このなんかちょっとこう、くねっていう感じがね、ダンシングじゃないですか。というわけでダンシングツリーですね。木の種類は何なんだろうな。ここら辺の周りに、あそこら辺にある木と多分同じ種類ですね。杉でもないな。何なんだろうね。何なんすかね。わかんないけど。とにかくね、どういう経緯があって曲がっちゃったのかわかんないけど。ね。込みでまっすぐ立ってるように見えるんですけどね。あ、そうでもないな。はい。面白いですね。逆から見るともちろん逆向きに曲がっているように見えるというわけで、ダンシングツリーでした。もうちょっと行くとね、ヘリポートと奥多摩小屋あたりですね。いやー、これまで来るとなんか気持ちいいですね。道も広いし、うっそうとした樹林帯から上がってきたとは思えない気持ちいい重走路が続きますね。はい、雲取山ヘリポート、遭難救助、山林火災時に使用するヘリポートのため、この場所での爆炎を禁止します。いや、本当ね、確かに爆炎向きなんですけど、そういうことなんでね、ダメですよ。資材が置いてありますね。なんかね、ああ、虫がすごいわ。野営場がね、作るらしいんですよ。この、もうちょいどこかわかんないけど。それのね、なんか整備に資材が運び込まれてますね。楽しみですね。キャンプ場。はい、ここにもありますね。ああ、ほら、木の、なんかあれだ。よくなんか、杭とかになってるやつ。こんな感じですね。なんだろう、どうした、なんか言ってんな。はい、ここもね、野営場の整備してますね。はい、どうしたんだろう、すんじゃない。はい、というわけでね、ここにね、まあ、ちょっと今ヘリの間なんでちょっと通り過ぎるだけですね。ここにへえ、ちょっとどうなってんの、ちょっと後で画面止めてみましょう。ちょっとね、工事の合間なんで、ちょっとあんまりね、立ち止まってるとご迷惑なんで、はい、さっさと行きましょう。帰りね、写真も撮っとこうかな。はい。この辺りにね、楽しみですね。ちょっと、その楽しみのね、ね、皆さんの夢の邪魔をしたくはないんでね、さっさと撮りましょう。あ、ここに重機があるね。あ、ここにヘリを下ろしてるんだ。ヘリで荷物を。さあ行きましょう、さっさと。今ね、あそこに来るのかな、わかんないけど。トイレができて、ここね、さら地だったんですよ。昔に、ね、奥多摩小屋っていうのがあって、それがね、なくなって今、さら地になってたはずなんですけど、また、小屋ができて、あ、ヘリが来る。ちょ、行こう。迷惑になっちゃう。あ、ここは来ていませんか。すいません。よいしょ。ここまでか。あ、じゃあここで撮る分にはいいのかな。はい。ヘリが来るそうですね。あ、来た来た来た。あれだ。すごいな。うわ、来た来た。
すごいじゃない。へえ。あ、そこに来るんだね。ダウンなんとかってやつ。すごいすごいすごい。おお。ダウンなんだっけ。風がダウンなんだっけ。ああ、あれを上げるんだ。すごい。え、マジで、あの重機を上げるの。危ない。おお、すごい。ショベルカー上げましたよ、ショベルカー。すごい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 。空飛んでる。ラクタみたいだな。うわー、すごい。はい、よいしょ、最高。はい。でね、この人知れず過ぎ去る、ここがね、小雲取山ですね。わざわざちょっと道を脇行って上がっていかないといけないんですけどね、いつもめんどくさいんで取りすぎてますね。まっすぐでいいでしょ。小雲取山はいいでしょ。はい。で、ここがね、もうフィナーレですね。ああ、グランドフィナーレになりますね。グランドフィナーレは下山か。はい、いやー、もうちょいだ。あと 100m 弱登り切ったらね、山頂ということで、山頂また景色いいんですよね、これ。楽しみです。いやー、気持ちいいですね、稜線歩き。ね、正面はこんな感じですけど。早いっつ。はぁ、あ。いやー、素晴らしい。素晴らしい稜線歩きを堪能しつつ、山頂へ向かう感じですね。富士山も見える、ほら。いやー、これがね、一番気持ちいいですね。この山で。ね、絶頂に達するときですね、ここね。はい、もうちょいで。ほら、見えるよ。なんだっけ、避難小屋。ね、あんなね、避難小屋があるのにね、皆さんでもね、奥のね、まあ避難小屋泊まる場所じゃないからね、っていうのはあるんですけど、奥のね、雲取山荘を皆さんね、よく使われてますね。はい。じゃあ、そんな感じですね。もうちょいで山頂です。山頂。とりあえずね、向こう側に、あ、でかい氷柱があるんですけど、こっち側にもね、あるんですよ。氷柱でね、なんかこう、陣取り合戦みたいにしてるんですよ。こっち側富士山が見える。はい。山梨県側のね、氷柱がね、三県境なのかな、確か。雲取山ね、山梨と埼玉と東京、三県境なんでね、うちの雲取山ですってことでね、いろんな県がね、こういうの建ててます。はい。雲取山ね、山梨百名山。はい。登頂しました。向こうでもやるけど。はい。富士山綺麗。ああ、素晴らしいね。はい。なんですね。ああ、いいね。この深い緑の色がいいね。いや、素晴らしいわ。そして綺麗な避難小屋。感動ですね。こんな感じですね。ちょっとね、すごいいるんで。綺麗な避難小屋です。はい、そしてね、小屋がね、そちらそこの赤い屋根、見えないかな。
なんですけど、これと花咲さんほど5分歩かないぐらいところに、ね、氷柱がありますよね。東京都最高峰、雲取山400m ですね。はい、2017m 登頂しました。あ、疲れた。よいしょ。はい、という感じですね。あっちにもね、あります。これはね、埼玉県のなんとか組合がねやってるやつですね。埼玉県もうちの子だと、雲取山うちの子だということでねやってますね。違ったかな、秩父山岳連盟、秩父観光協会だそうですね。はい、景色はねいいですね。あ、富士山もいいし、南アルプスもいいですね。あそこら辺が金峰山とかかな。どうした、大丈夫、虫、いや、あれじゃない、こ凍らしたやつじゃん。はい、そんな感じですね。金峰山、あったのかな。あー、そうじゃない、水があったんじゃない、これ溜まってたんだよ。うん、あー、富士山でしょ。ほら、そうだ、南アルプスね。てかにも見えるんだ。はい、ね、すごいですね。うん、そうだね。はい、いいっすね。すぐそこのでかい山が金峰とかだと思いますけど、違うかな。あ、違うかも。あ、いや、そうだな。はい、そんな感じですね。はぁ、疲れた。八ヶ岳、はい、まあいいや、なるよ。こっち側もね、なかなかの絶景を誇ってますね。はぁ、下で食べるご飯、ん、手がに見えるの。はい、せっかく山頂なんでね、やっとこうと思います。雲取山と私ということでね、はい、登場しました。妻がすごい冷たい目で見てますよ。はい、というわけでね、そろそろね、お開きとしたいと思います。さあ、じゃあしようか。ちょっとね、ご飯食べて下山しようかなね。こっち側行くとね、なんだっけ、雲取山荘ですね。行ったことないです。はい、というわけでね、避難小屋と目と鼻の先ですね、こちらに。まあ、ちょっと中はね、あんまり、まあ、使えるレベルではあるんですけど、そんなに清潔ではないんで、綺麗ではないんで、映さないですけど、ちゃんとね、男子のショーと、男女兼用の台ですね、が、トイレがありますんでね、まあ、仮に避難小屋で、ね、泊まる場合も、安心ということでね、ほんとね、まあ、避難小屋なんでね、あくまでも、避難するための一時的なものなんですけど、ほんとにね、このね、都民の血税をね、ふんだんに使ってね、小池の百合子さんとかね、まあ、代々のね、都の人たちがね、都の市長がね、やってきたんじゃないかなということでね、なんかすごい変、なんつうの、ネガティブな言い方をしてしまいましたけど、そんなことないですよね。非常にありがたいですね。なんかいるな。鳥がいるのかな。はい。まあ、そんな感じですね。はぁ、あ。ないよ、これ。そうなの。はい。これね、山頂の避難小屋のちょっと影のとこですね。おにぎり、ぺちゃんこになっちゃってますけど、わかめご飯おにぎりね、食べていきたいと思います。はい、腹ごしらえもついてたんでね、降りていきたいと思います。いや、素晴らしいですね、この、濃い青。青、緑。素晴らしいですね。褒める表現が、素晴らしいですね、と、いいですね、と、上がりますね、とか、そんなんしかないな。すいませんね、語彙が少なくて。はい。言葉は必要ないと思いますんで。よし、じゃあね、降りていきましょうか、そろそろ。こうやって立ってもさ、見るのとやっぱまた違うんだよ。そうなんだよね、富士山がちっちゃくなっちゃうね、なんかね、目立たなく、ね、はあ、いいっすね、この富士山を見ながらね、歩く稜線がね。はい、でこのね、日暮らしの音がまた寂しげでいいんですよね。まだ夏は終わんないよ。はい、でね、こっちがね、さっきの日当たりのいい斜面ですね。さっきのって、映してないかもしんない。で、左行くとね、巻き道ですね。その斜面をね、かわしつつ、行ける、とこっすね。はい。ということでね、結構ね、巻き道があるんでね、ここをね、うまくね、かわしていくことでね、
楽ができると、まあ、楽したいわけじゃないんですけど、私もね、ちょっと動画的にね、やっぱこっちも紹介したいということで、こっちの道を今仕方なくね撮ってます。仕方なくですよこれ。はい。で、普通に今時間的にね、すごい日差しが強いと暑いんでね、日陰の道を選んだっていうのもありますね。はい。っていうことで、こんな感じの道ですね。こっちはほんと平坦。向こう側のすごいなんか、岩をね、ゴーゴーゴーって登っていく感じなんですけど、岩の急登ね。なんですけど、こっちは非常にね、平坦で、登りやすい道が、ザーッと続いてる感じですね。これにね、たまーにね、鹿がいたりするんですよね。今日はいないな。時間ですからね。仕方ないですね。はい、じゃあ、そんな感じで行きましょう。へぇー、あ、そうだ。ここ、まあ、でも、本当だね。でも、前の小屋のとこじゃない、うん、そうか、あっちの管理棟と便所がこっちにあって、さっきのヘリポートの周りが野営場ってことだ。ね、工事の人がもう皆さんね、お帰りになられてたんで、ゆっくりちょっとね、見させていただいてます。ね、腹肩片付いたんでしょうね。へぇー、すごいわ。楽しみだね。こんにちは。はい。そこら辺ですね、多分ね、ヘリポートの周辺にテントサイトが、9月30日工事終わりって書いてあったんで、まあ今年の秋から使えるのかな。もしかしたらね。いいっすね。楽しみだな。はい。ここは絶対人気スポットになる気がしますよ。ちょうどいいんですよね、このね、立地がね。七つ石だとちょっと手前だし、みたいな。雲取山荘まで行ったらもう山頂超えてんじゃねえか、みたいな感じなんでね。ちょうどいいとこにあるんですよね。山頂手前のね。はい。というわけでございました。七つ石山と、巻き道ですね。の分岐点。そしてここにね、さっき、取れなかったやつね。大内川の悲劇ということでね。大内川へと下り進んだと。そういうことですね。99人の置き先、そんないんのか、やばいね。違いしてしまいましたということですね。その血が流れて落ち側ということに。99人とは。ああ、なるほどね。まあ要するにそういうことですね。要するにどういうことだ。はい。で、エピローグもここにありますよ。これをエピローグにしちゃダメだったのかっていうね。はい。本日2度目ですね、七つ石山、登頂でございます。いや、ここ1日に2度登ったのは初めてだわ。3回目にして頑張った。はい、そんな感じですね。いやちょっと人がいるんで、長いですね。よし、行きましょう。はい、本日2度目のね、七つ石小屋ですね。あんま、あれですね。さっきと変わんないですね。雰囲気が。はい。いや、ビール飲みたい。ね。ああ。天場ですね。天場行ったことないけど。まあいいや。じゃあ行きましょう。なんでカメラ回したんだみたいな感じになってますね。はい。お、すげえ、なんか旗みたいのがはためいてますよ。まあね、2回通ったからって一度も寄ってないですけどね。はい。うわ、日差しがすごいな。心してかかりましょう。ああ、巻き道だとね、やっぱね、この下まで行けちゃうんでね、全然、やっぱ体感でね、まあ登りがないっていうのもあるんですけど、体感でも全然早いっすね。多分実際も早いと思います。巻き道の方が。あれ、もう着いたのっていう感じの距離感なんでね。はい。やっぱり登って降りてっていうのも、今繰り返してようやくね、その巻き道の上の方まで来てますけど、やっぱり全然巻き道の方が早いな。はい。時間ない方は巻き道で、ね、強度が欲しい方は登り返してください。はい、ということでね、長い樹林帯歩きですね、終わりまして、今無事にね、
ここ車道のねゴリステまでね置いてまいりました。いや熊取山ね結局ね時間6時間半ぐらいしかね多分駐車場着くまでで、なかなか走りごた歩きごたえがありましたね。いやというわけでね、熊取山素晴らしいお山でしたね。意外にね暑くなかった真夏なんですけど、あの下の方はねやっぱり降りてくると気温は上がるんですけど、その代わりねあの風がね風じゃないや日が当たんないんでねそんなにねあの暑くなかったですね。素晴らしい、でね山頂の方はね景色もいいし、やっぱり冬と違ってね緑が青々しててやっぱ綺麗ですね。あのなんていうんですか濃淡がやっぱりしっかりしてるんでね、あの灰色の世界じゃないですよね薄い感じじゃないですよね色がね。やっぱり濃淡がしっかりしててね非常に見栄えがありますね。やっぱ夏山ね暑いけどぜひね、まあ、これから本格シーズンなんでね、ぜひ皆様もね雲取山チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけでねこのチャンネルね私が登山、旅行レジャー飲食、はい、楽しみながらレポートしていくチャンネルとなっております。皆様のねグッドボタンチャンネル登録、楽しみにね励みにしておりますんでぜひねポチッと応援をお願いいたします。じゃあ、長い間ねご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。